んまりなんかそのインスタとかであんま載せてないかも。ありがとね、すると会えるの楽しみにしてるね。ミラクリありがとう。ミラクリもそう、うるう年だからなんか更新したいって思って理由やばい。そうっていうね。そう、あとは2月が最後だから、私すごいあの配信で多分あの結構手持ち配信とかが多かったから、タワーさんかけてないので、いらっしゃったら書きたいと思います。うん、ユーミン初めて、ありがとう、初めましてユーミン、ありがとう、今見てきた、ありがとうね、ユーちゃん。そうなんです。うん、インスタ覗いてきて。ちょっとね、ほんといつもとね違うよー。そう、そうだからね、タワーさんをね書くね、今日は絶対に。かなた、ヤッホー、ありがとう、ティクトコメントしてくれてありがとう。今日更新しようか悩んだんだけど、ちょっと明日にする、明日あげる、まだね、ある取りだめ。インスタって可愛かった、ナッツありがとう、ありがとう。あー、うるう年だったわ。あー、今日あげればよかったすごい、あー、うるう年だ、しくったしくった、これはこれはしくりました、しくったしくった。4年後、やばいよ。インスタで、嬉しい、あさっての配信ありがとう、しくったわ本当に。じゃあでも明日は3月一発目っていう感じで、どうしくったね、すっごいしくってる。こんばんは、はなちゃん、ありがとう、しくった、めっちゃしくってる。間に合う？でもさ、ちょっと遅くない？やっぱほら20時21時台をさ、ちょっとあれ極めてるからさ、ちょっと遅くない？今どう思う？さ、めっちゃ朝やばい、膝に朝ができた突然スーズハートありがとう。そう、どうする、明日就活頑張れ。知らんうちにできててめっちゃ痛い、しかも結構あざだからツアーで膝にあざあってもあれしないでね、あざだから。マジで、マジで昨日は青かったのに赤い今日、あざ、しかもなんかここにあざできるってとこでできてる、なんかなんていうの、普通なんか膝の形多分人と違くて、みんな違うじゃん、いろいろ。だからリサもなんか、私はなんか出てるところ、そう、突然あざ、ガチ突然あざできてびっくり、マジで。昨日発見して、昨日はまだあざのなり、なんていうの、なりかけじゃないけどなんか感じだったんだよ。でもあざってさ、絆創膏とかじゃないじゃん、だからどうしていいか分からんやん。だから普通に放置プレイ。マジでね、なんかね、膝、左のね、膝左の膝、うん、
そう、自然治癒しかないよねマジで。でも押すと痛い、あざだから。うん、あと久々に照明ある、ある明るいね。だから温めるといいの？マジ？結構でもお風呂最近はちゃんと使って温めてるけど、もう温めた方がいいんだね。お風呂いいのか。気づいたら、え、あるよね。めっちゃ困るくない？普通に。あとなんかこんなとこにできるの？みたいなないある。ギャン。うん。今インスタ見てきた。ありがとう。あったか配信ありがとうさんもいいじゃん。うん、そう、ぶつけた。でもぶつけたというか、なんかその心当たりはあるよね。やっぱさ、そのノロノロとか結構膝めっちゃついたりするから、まあそれかなとか、まあ心当たりはまあある、いろいろ。でもいつってはなる、いつなったんだろうってはあるかな。うん、初のオンライン、嬉しい、ありがとう。その時はね、うん、なんか後に来るよね、残ると嫌だ。うん、ひかりちゃん話そうね、ありがとう。朝大変、好みだったインスタ嬉しい。自分でもさ、ああいうメイクできたらいいんだけどな。ダミー消えろ。そう、いつもタワー書いてるんですよ。で、そう、ここ最近はあの手持ちで配信してたりとかしてたから書けなくてスクショしてて、でもあのいらっしゃったらって感じですよ。いらっしゃったらもう言ってね、名乗っていいよ全然。あざ？あ、今あざ目立ってる今あざ目立ってます、めっちゃ。マジでなんか痛々しいね、なんか若干。なんかどれくらいだ、うん、これくらい。膝、あさってでも嫌だよね、残るし。ツアーでわかると思う多分。うん、スッチまた話そうね、絶対朝消えにくい。やだ、嫌かも、嫌かも。あざできたよ、あざができました。あざが突然現れるっていう。うん、クラブの曲最近インスタで、すごい、インスタであざできる。てぐーちゃんもできる、みんなあざできる。え、マジ突然、もう本当にショック、あざショック。こけるはあんまないんだけど、あざってマジで勝手にできる。そう、え、あの放置してたら痛くない、あの触ると痛い、それはそう待って、それはそうすぎ。うん、だよ、かゆって感じ。触ると痛い、うん、そうそれがさ、ゆうきくんありがとう、 I love you。 え、あざはでもりさ膝多いかも。うん、膝多いね、膝。逆に膝以外あんまなくない？
ってなる。え、でも待って、さっきさ見つけたんだあざ、またもう一個、なんか右の、この右のここなんだ、ふくらはぎの前すね待って、そう、すねにさっきね、その帰ってきて、あのこうどうでもいい服に着替えようと思ってズボン履き替えてたら見つけたわけよ、そのすねをね、すねのあざを。でこれちっちゃいけどこれくらい、痛い、めっちゃここ最近はあざができました、たくさん、困る、めっちゃ。でもここはあんまり、いや押すと痛いけどマジでさ、私の足大丈夫そうみたいな、マジ左やばい、左の膝いっちゃやばい、マジで閲覧注意並みかも、いや閲覧注意ではない待って、今日はさ閲覧注意っていうかやばい、普通に閲覧注意しない、ピーキュン、え、何これ、なんか地球持ってるクマ、かわいい、マジでなんかみんなもあざある、いやライブ中に見られるね、恥ずかしい、しかも結構見えるじゃん、全然膝下、あんま衣装あんまないじゃん、結構膝上多いじゃん衣装で、だからやばいね。閲覧注意どこで覚えた、え、でもなんか YouTube とか TikTok とか、足首、え、うん、なる、あ、でも私そのすねはなんかここ、あ、心当たりというか原因的にあるのが、あのなんかこうウォンチューウォンチューの時になんかヒールダンス的になんか前ダリーのところらへんで足をそのクロスするんですね、そこでたまにぶつけたりとかするんですよ、なんかそう、あとまあ、君が伝えないならここのところの足とかもそうなんだけど、なんかそれ前よくあった前、うん、ここ最近はあのスペイベでウォンチューやったんだけど、その時はね大丈夫だった、昔はめっちゃあった、うん。タワさん、え、誰かに蹴られたりはないよ、ノロノロい、ノロノロさん、イカ焼きさんね、あ、イカ焼きさん、イカ焼きさんってあの前さいらっしゃったことある、え、しかもなんかこうかわいい、待って一回さ、待って、落ち着いて、一回これをあの写真撮るよ、いきます、こいつもねちゃんと合ってほしい、ピンと、そうなんだよ、待って、イカ食べたい、わかる、あ、かわいこさん優しいね、誰かに蹴られたらそれ問題よ、まあそのなんていうの、振りでマジあの当たっちゃったとかあるかもしれんけど、その意図的になんかはやばい、イカ焼きさんだよね、すごくないリサってたの、イカ焼きさん、イカ焼きさんっていう名前で書く、今日はねまつげ上げてないからちょっと目薄い、ちなみにイカ焼きさん、イカ焼きさんだ、ん、名前イカ焼きにするか、ノロノロイカ焼きにする、まつげあげなくてもいい、
イカ焼き？分かった。オッケー。イカ、なんか書いてほしいことある？これ何タワー？イカ焼き。ね、イカ焼き食べたくなったね。イカ焼きの名前読んだらね。みんなも食べたがってるよ。イカ焼き。イカ焼きたまでもなくない？なんか屋台とかぐらいしか。なんか顔薄いね。なんかやっぱライト照らすと。これかわいい。絶対ダメだよ本当に。バレたことある？イカ焼き。ちなみに言うと、ちなみにない。でもリサの配信見てないと思ってるよみんな。あ、みんなは見てるけどね。バレないバレないね。このなんか名前が面白い。えわ、今日ウルード氏だ。やったー。見てる？いや見てないよね。いやリサは結構見ちゃうけど、あんまり他の人は見てないんじゃないって思うけどね。どう思う？これ何？頭なんか乗ってる。あと、くる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 。これはなんだ、かわいい。なんかリサはそのなんかあれですよ、あのショールーム開いて誰かやってるかなって見てでって感じで、なんか覗くとかはある。そう、お目目キラキラにしよう。誰の？いや、なんか誰のとかはない。あんまりあの本当にその今やってる方を見るみたいな感じだから、誰とかって意外とないかも。はい、イカ焼きかけたよ。はい、イカ焼き絶対バレないタワー。ダメだよ、バレたら。マジ今日顔薄いね。顔薄でした。イカ焼きマジ薄くない？顔。え、やったさ。なんかエッドさん、ここも薄いの。うん、ありがとうね、イカ焼き。え、うまい？嬉しい。この子ほら、かわいいでしょ。少し薄い。え、だよね、まつげこのワンちゃん、まつげ。あとね、照明をね、焚くとね、こう飛ぶんですよ、めっちゃ全部がこうパッて。まあそもそもね、薄い、今日は割と薄い方か。うん、そう、20分中じゃ。そうなんだ、来てくれるの？いかやきも気をつけてきてね、気をつけてきてね、イカ焼き。ありがとうね、見に来てくれて。こっそりツルツル。そう、だからまつげって大事やんね。そう、
ジンハートありがとう、ソヨンちゃんもハートありがとう、いつも、あ、そうなの？なんで？すごいあれなの、堂々とあれなの、ひっそり？ひっそりしてるの？まつげ大事っぽい。うん、なんかそのあれもしてないからさ、あ、一回だけそのまつばしたけど、あのそっからしてないからまつげ上げてないとあれかも。あ、でもいや今日ビューラーしたんだ一応朝ね。だから上がってるんだろうね。だけどあのあれだね、マスカラをしてないからかも。うん、宿毛はねかけてないね。でもいや広がりますよね、とっても。うん、そう、まつげはねあげるの大事。でも今日は本当になんか配信で見ると顔薄いね。でもね、あのね、涙袋だけとりあえずの爆誕した。やっぱね、あのマジョマジョのねゴージャス姉妹がねいっちゃんね爆誕するんだなってやっぱり思った。あれとねフーミーのねなんかオレンジの、オレンジベージュのなんかラメのやつが、それをねなんか使うんですけど、使ったらとりあえずなんか爆誕でーすって感じ。はーちゃんありがとう。そう、ゴージャス姉妹、ゴージャス姉妹すごい、ゴージャス姉妹の爆誕尋常じゃない。でもなんかすごくて、なんかその結構なんかショウコとかにも涙袋なんかすごいよみたいなって言われた。なんかいつもとそのいつも結構ピンクをやるけど、そのゴージャス姉妹を久しぶりに使ったらやっぱすごいみたい。それはうん、そうなんだか、そうそうそうなの、なんだかんだゴージャス姉妹って感じ。うん、そう、でもピンク好きだからピンクをぶち塗りたいんだけど、でもなんかいやピンクまた爆誕するんだろうけど、なんかベージュがすごい、やっぱすごいなって思った改めて。夜中の2時もね常連だよ。大事だよ涙をくるね。え、リサもそんなに、そんなにあのなんていうの、まあ大切だけど、なんかそんなに思ってなかったんだけど、最近感じた大事。しんいちさんのあったか配信ありがとう。ゴージャス姉妹すごいよ。うん、何時までやろうかな、1時間くらいとか。今日バリ寒くない？え、普通に寒い。あ、リサのエリちゃん嬉しい、ありがとうね。キャンメイクのあれね、めっちゃなんかあれそれこそメイクさんが使ってて、ね、ワンちゃん今日のインスタの時のも使ってらっしゃったかもしれない。だからなんかすごい気になってたんだけど、なんかどっちの色か忘れちゃって、なんか2色ぐらいどっちだろうってなって分かんなくて、結局買ってないっていうやつ。うん、マッシュだ。ピンクの、ピンクの涙袋かわいくつけベージュ、そうなんだよね、めっちゃそれ思う。なんかピンクかわいいけど、なんかそのめっちゃ塗るとさ、結構なんか本当にさ、なんかピンクみたいになるじゃん。でもベージュは
なんかナチュラルな感じでいい。スザンヌのチーク最近ぶち塗るよね。ぶち塗ろう。チーク大事。チークはとっても大事です。チークこそね、やっぱ血色のね、大切なものだから、一部だから。そうなんです。今日もこれだ、ありがとう。ウォン・ジョンヨさんのね、使ったりしてる餌も、うん、ハートありがとう。インスタ大人っぽかった。そう、結構メイクも違って、アイラインもめっちゃ長くて、あとあの日はその、まあ、カラコンも違うね、パールベージュだからね、いつもと違うね。そう、うん、アイラインめっちゃ長い。目変わり始まる。うわ、いつもでもさ、何買うか分かんなくなる。でもさ、なんかそのそういうのに弱いからさ、何か買わなきゃみたいな衝動に駆られるわけ。わかる。何かね、買わなきゃみたいな。しのちゃんありがとうね、嬉しい、いっぱい楽しみにしてるよ。パールベージュ作っ、えりさ、パールベージュ買おうかな。あ、待って、パールベージュ買おう。目変わり始まったら、じゃあパールベージュ、あとマジであと3セットとかしかないから、パールベージュ。インスタとメイクのお洋服合ってた、嬉しい。でも今ね、いや本当今ないよな、今欲しいのがもうないよ、もう。うん、なんやろ、メイク落としも買ったし、うん、ライブはね、ライブちょっと大きめ、 14.5 ぐらい、あのね、なんだっけ、あのアイクローゼットのね、ガウスショコラ、思い出した、ガウスショコラですね。うん、明日卒業式、そうじゃん、1日だよね、おめでとう。懐かしい、リサも3月1日だった、高校の卒業式ね。春の洋服買ってないよまだ。あ、でも春、あれはなんかあの白のスナイデルのなんかここがフリルになってるやつか、まだ寒いからと思ってちょっと着てないんだけど、かわいい。あれでアフタヌーンティーとか行きたいかなって感じ。あっという間に1ヶ月、早くない？なんか普通に寒い、ね、早く暖かくなって、嫌だ寒いの。いちご食べたい、もうちょっと桜咲いちゃうね、早くない？ありえんのだけど。あー、しーちゃんいっぱい食べた、うん、リサがよくねつけるカラコンは、いやなんかリサが本当にお気に入りだったやつがねなくなったんですね。なんか廃盤じゃないけどなくなっちゃって、でその似たやつをめっちゃ探して買ったのがあって、で同じメーカーなんだけど、その色がなんかなくなったの、なんか本当に突然なくなって、でもうどうしようみたいな。で それ結構その MV はあトリガーは違う、なんだっけ、夏マトペん、なんかとりあえずでも最近の MV、 あ呪っては違うけどとかでも使ってたし、ヒロインズとかでも使ってたのね。でそのなんか大きさはめっちゃちっちゃい、なんかめっちゃちっちゃいわけじゃないけど、なんかその14ぐらい、14って結構ちっちゃい、なんか 14.5 とかって大きいんだけど、14で割とちっちゃめって思うんだけど、
なぜかそう見えなくて、でしかもなんかそのなんていうの、黒でもない茶色すぎでもない焦げ茶みたいな、でその色が本当に意外とないのね。でそれを買い使いたいと思って買いだめしようと思って買ったんだけど、そのなくって、で同じメーカーのところで大きさがでも変わっちゃって14だったのが 14.2 になったんだけど、まあ大したも変わんなかったからそれを買いだめしたんだけど、ねどこだっけどこだっけ、あんまなんかね珍しいんですよそのブランド。なんかめっちゃ今、あ今日もそうだよ今日、なんかそのなんていうのわかる、なんか光、あいいんじゃんいいんじゃんいいんじゃん、こう来てる来てる来てる、なんか黒でもない焦げ茶、えわかる、めっちゃ嬉しい、なんかこう伝わると、これは待って思い出そう、ね104番なんだけど、104番のベリーってやつで、なんだっけブランドが思い出せない、でも104番のねベリーって調べたら出てきそう、なんだっけ水耕とかじゃなくてね、なんか全然普通のやつ、うわなんだっけ、え本当に珍しい、えそうなんか意外とねナチュラルに見える、やっぱこの光が一番いいよ、ほら黒すぎない、ちょっと待ってマジなんだろう、104番に変わったんよ、なんか本当は4番だったんだけど、なんか104番になってベリーの104番、待ってそれすごい、ピエナージュですね、あんまりわかんなんかそのマイナーじゃない多分マイナー、えマイナー、いやそんなことないかなピエナージュの104番のベリーが似てて、その同じメーカーで、そうそれが最近のまあお気に入りですね、結構そう初めて聞いた、だからその今後なんていうの、ノロノロは違ったんだけど別のやつはそう全部見つけたからこれにした、そう珍いかもね、マジマイナー、そう見つけたこれお気に入り、ラストノートはそうかも、でも前のシリーズかも、これじゃなくてもう一個ちっちゃい14なくなってたやつ、いつの間にか、なんか今日顔違くない、なんかなんかすごいたまに顔違う、なんか薄いね、なんかうんって感じミドヤホーありがとう、えどうもなんか違くない、なんかこうそう気のせい、うん、どうしちゃった、ヤッホー、そうそれが最近のりさんお気に入り、あとなんかもう一個気になったやつ買ったんだけどまだ使ったことない、なんかパールベージュに似てるやつ、パールベージュに似てるやつで触覚よりなんか違う、えでしょ、なんだろう、メイク薄いからやっぱボンボリマン、え嬉しい、ありがとうね、ゆうゆうちゃん見つける、ジャケ買いって何、なんえいっぱい買うってことちょっとマジ語彙力、私マジ語彙力ないからさ、いっぱい買うってこと、お疲れ様、お疲れ、やもけん、嘘今日目大きい、嘘本当、なんでだろう
ゴージャス姉妹塗ったから下に。パッケージ買いみたいなことか。あー、え、あんまないかも。なんかそのパッケージ見て結構可愛いなって思うのは、割とめっちゃ色素薄いのが多くて、色素薄いのあんま多分リサ似合わなくて、なんかパキってしたやつとかが割と好きかな。なんかそのパールベージュに似たやつ買ったんだけど、まだ使ってない。あれどこで買ったんだっけ、わ忘れた。めっちゃ似てるやつ。こんばんは。まなかちゃん、あなたありがとう。今はね、ガーディナローズ。これマジで、こればっかり塗るリサ。01番。マジこれ、今2本目なんだけど、毎回汚い、もうハゲた。ハゲハゲですね、こちら。ヤッホーね、今日タワー書こうと思ったけど、いない、いらっしゃらない方多い感じね。しくったね、今日。今度でも来てくれるかな。私の涙袋の作り方は、まずセザンヌのアイブロウで描く。こうめっちゃなんか詰まった、描きます。でその後にあの、あ、待って、おもめちゃんいるね。おもめちゃんに書くからちょっといて。でその最近、今日はあれ、ゴージャス姉妹、あのまじょまじょのゴージャス姉妹をまじぶち塗って結構塗る。でその後にあのフーミーのなんかオレンジっぽいやつを塗ります。そう、そこにあるはずなんだよね。そう、そこにある持ってきたいけどね。詰まってる、なんか詰まってますけど。明日卒業式の、ラストセークだ。いっぱいなんか思い出にいっぱい写真撮りな。え、マジさ、ゴージャス姉妹あっちにあるね。ゴージャス姉妹ね、飲み物もあっちにある、全部あっち。そう、ぶち塗りですね。取り行く、いいよ、ちょっと待って、こっからさ立つのがね、やばい。え、本当に足が乾燥やばいかな。え、たまにない、なんかそういうこと、なんか突然の壁になるよ。大丈夫この壁。あ、やばいやばい、変な、でも安定がないからこの壁あるよね。ちょっといてね、絶対にいて。怖いねこの画角、お化けみたい、お化けみたい、やばい、死ぬ。あー、水でいっかめっちゃ早いよ帰ってくるの。やばいやばいやばい、待って、足が、死ぬ、ちょっと死ぬとか言っちゃダメだね。だめだめだめ、よろしくない。壁さんこんにちは案件。待って、落ち着いて、落ち着いてもらって、いろんなのが引っかかりそうで怖いやばいやばいやばい、ただいま、おかえり。水ね、空いてない水ね。マジで痛い、足、膝、膝痛い、膝。飲みます。危な、こぼしそう。なんか、え、なんか食欲なくなっちゃう。お家であざふざ増やしたらもうとんでもないです。痛いから
朝は良くない。でハイライトはね、今日はねセザンヌ、そう、ここと、リサの笑い方映った、みんな映ってる、髪型めっちゃ好き、え、ストレートだよ。リサ持ってきました、相変わらず食べっ子動物これはなんかあのリップとか入れる、今家汚い、うん、それはそう。あ、でもこれちいかわ8割れなんかねくださったんですよね、ファンの方が。その8割に変えようかなみたいな思ってたりしてるよでね、あるあるだよね、コスメの覚える、みんなこれ。フーミーのシングルラメシャドウ、アルナイルパールだ、思い出した、これアルナイルパールだ、アルナイルパールとゴージャス姉妹、ゴージャス姉妹をまず、まあこのフーミーのこれとかで一緒、あ、マジだから、まずこの、まあまあまあめっちゃもう書いちゃったけど、このゴージャス姉妹をまず、ちょっとこれさやばくない、まずさここまでしかいつも開けないからさ、こっから下がまださ、あのなんていうの、めっちゃあるっていう事案、これをまずこうするじゃん、こうでこうやったら、ここにまずこうぶち塗ります、こうやってぶち塗る全部にやばくない、もう塗りすぎ、ぶち塗って、でその後にこのアルナイルパール、アルナイルパール、これが意外とね可愛い、このこれ、これをこうやってやるじゃん、結構つける、これをこの、まあ、目頭を主にこうやってやってこう全体伸ばす、こんな感じ、そしたら伝わらな、伝わってほしいよ、これで、あのこうやってやったらわかる、ほんまにぶち塗っててくさ、えでしょ、そうだよ、ぶち塗るんだ、これでわかる。下はねなんかあのなんだっけあれ、セザンヌの眉毛の描くやつ、アイブロウでもそれめっちゃ濃くって、リサもうバカ濃く描い、なんか巨変、なんかめっちゃ濃くやっちゃうんだよね、でぼかさないとよろしくない、何この前髪、なんかえマジでさ今日さなんか違うくない、人がなんかリサじゃないみたいやない、なんかどうしてリサなんだけど、なんでここやるよね、定期的に顔違うって言ってね、え、言ってる、顔違う、メイクが薄いから、私の前髪ね、絶対にすかないでパッツンがいくて、でもこの今のなんかよくわからんこの前髪、これだとねなんか結構長めの方がいいっぽい、いつもはあの本当に切らない、あの巻かなくていいレベル、本当にストレートアイロンちょぐらいであのいいって感じなんだけど、この前髪もしなんかこの辺この薄い前髪は
割と長め、ちょっと長めの方がいいっぽいね。で、そうそう、でもマジでパッツン絶対に好かないで、あとここまでは絶対切らないでもらわないと困る。これをこれとか長い毛が必要。ここまで切ると顔がでかく見えちゃうから、顔がなんかここまでみたいなのになるじゃん。それがちょっと嫌かもって感じ。うん、でもこのね前髪はねきっとライブとかでは崩れそう。崩れなかったらすごいけど、崩れそうやないって思ってる。うん、巻いてないと長さは目にちょっとかかるぐらいかな。あんま長いと長いでむずいんだよね。なんか今度はうんっていう、なんかよくむずい前髪むずい問題あるある。あ、お豆ちゃんいる？お豆ちゃんに書いてもいい？どうぞって感じ。お疲れ様。お疲れ隼人。うん、そっか、自習触覚結構あれだよね、直してくださいとかあるね。キュアリサでご当地ステッカー、あ、そうなの、武蔵の。じゃあゲットしてねステッカー。前髪の癖、え、わかる。リサもね前髪ここぐらい癖あるよ。だからねめっちゃいつも苦戦してる本当に。エクモナイチヤッホーありがとう。ももかちゃん頑張ろうね明日も。ありがけしえ、ありがとう、楽しみ。雨がて、雨はもうダメ、雨はよろしくない、とっても良くない。みんな楽しみにしてくれてるの、やっほー、嬉しい、晴れてほしいね。やっぱ天気は晴れがいいから、雨は嫌かも。寒いのは辛い、普通に辛いかも。ありがとう、これは初めて、嬉しい、初めて。初めての方もいるんだね。かゆいっぱい、早いね、明後日なの。かわいい。サッカーもあってきた。あ、サッカーあるんですか。うん、アイドルのライブ、ありがとうゆき、楽しみにしてて、晴れてほしいよ、絶対に晴れてほしい。うん、え、いいね、出店いいね。3月はもう名古屋もありますよね、愛知。寒いのつらい、寒いのつらいよ。かぎちゃんハートありがとう、晴れるようにありがとう、マジで晴れてほしい、その願い。はい、ちむくありがとう、マシのとありがとうね、ありがとうね、たくさん、はい、楽しみにしてて、
と晴れがいいから晴れますように。ちょっとじゃあタワーさん書くよ、いらっしゃる方の分。2月最後だから。眠そう？あ、今日は眠くないムカつくね、なんかね。今日は眠くないよ。眠そうってよく言われますよ。でもサッカーのスタジアム同じ駅の隣。あ、そうなんだ。そうなんや。いつもは眠いの？眠い時もある。今日でもね、さっき意識飛んでたの。リサなんかソファに座ってて、なんか何してたんだろう、なんか TikTok かな、なんか見てて、なんか気づいたらなんか超眠くなって、なんかこうなってたので、やばいってなってた。びっくりしちゃった。自分もびっくりで、なんかいい曲見つけて、なんか e-girls さんのなんかなんだっけ、ペインみたいな英語、めっちゃいい歌見つけて、なんか出会ったの。なんかその TikTok 流れてきて出会って、え、めっちゃいい曲と思ってプレイリストに入れた、好きの中に。え、めっちゃいい。なんか出会ってなくて、今まで出会えてすごい嬉しかった。めっちゃ結構あのそういうのある、多分なんかのドラマの主題歌ぽい感じだった。え、多分結構前かな、全然今とかじゃないかも。めっちゃ良くてめっちゃ良かった。でなんかその後になんかみんなのリクエストの曲を聴いたりとかしてて、どれだったら意外といけるかなみたいなことを見てたよ。そう、そういう感じ。新しいね、曲といっぱい出会いますよ。めっちゃ前だよね、本当に前と思う。みんなのリクエストの曲聴いてた。うん、そう。めっちゃいい。あ、配信もうちょっとで終わるよ。お豆ちゃんいる？お豆ちゃん、おまめちゃん書いてほしいことあるね。覚えてる？25日にタワーくれたの。今書いてる。あ、ねえ、飛んだ？そうじゃんね、飛ぶって言ってたよね。飛んでくれてありがとう。どう？なんか飛ぶの良くない？なんか飛んでる。ハッピーバアニバー、あ、毎日がアニバーサリーみたいにじゃない、めっちゃいい歌、好きガールね。ありがとうね、こんだとみんなさコメントしてくれてて嬉しかった。ずっと見てたよ。見てたら10分前とかにコメントしてくださってる方がいて、嬉しい、今見てくれたんだって思って見てた。はい、お豆ちゃんね、すごいめっちゃ前になっちゃった。日曜日だったよね、25日で合ってたか、合ってるかな。ありがとうね、お豆ちゃん飛んでくれたんだね、おめでとう。改めてハピバ嬉しい、ありがとう。あの日配信なんかほんと手持ち
配信とかだったんだけど、見てくれてありがとうね。一緒に素敵な一年にしようね。ありがとう。なんかいっぱい、多分今はないのかもしれないんだけど、いろんな動物さんたちがいたタワーさんだったんだよね。ありがとうね、お豆ちゃん。ジャンプもしてくれてありがとう。いつもあれポストとか見てるよ、ちゃんと。これからもポストしてね、たくさん。ありがとう、いつも見てくれて。ありがとう。よかった、かけて。本当に25日ちょっと前だったんだけど、かけてよかったです。とってもりさ、やった。かわいい。マッキー、ケイト、ありがとう。キイチ、ハート、ありがとう。いっぱいありがとう、たくさん。まださ、かけてない方いるよね。私は。今日の美女好き、薄め。あ、ミジンコいたよね。あさって、あ、りょう、ありがとう、よろしく。ミジンコいたよね。ねえ、ミジンコマジでさ、本当に遅くなってごめんね。すっごく前にくれてたよね。私これスクショしてるから覚えてるんだけどさ、日めっちゃ前なんだけど。さいたよね、ミジンコ。え、嘘でしょ。いや待って、いや、あ、これ書いたやつ、あ、書いたやつ。ちょ、声でかい。よかったね、本当によかった。めっちゃ待たせてるじゃん、リサって思ってたの。スクショ、よかった。じゃあもういらっしゃらないかも、今日は。あと2人。え、本当にさ、あれと思ったよ、マジ。え、よかった、え、よかった、ミジンコよかったよ、ありがとう。ポスト見てるよ、ミジンコも全部見てるよ。ねえ、よかった。本当に待たせすぎやん、リサって思ってたんよ。2月9日にくれてたのにさ、しかも好きのタワーね。よかった、めっちゃよかった。本当に鬼待たせてるって思ってた。受け止めてね、2月終わっちゃう。今日いらっしゃらなかった方はね、絶対隔離さ、スクショあるから。今日前髪、え、そう、なんか少ない、なんかこの前髪は最近前髪が様子おかしいんですよ。あ、危ない危ない。そうだね、また次だね。ちょっと今日はいらっしゃらない方も、いらっしゃらない方もいるみたい。そう、リサはスクショがあるから。もうすぐですよ。明日はさ、じゃあ TikTok あげようかな。
9時ぐらい、ん8時9時台にあげるね。3月最初だからって感じ。名前変えたくなったの？いいよ、ユーミン楽しみにしててね。いつもコメントしてくれてありがとう、いっぱい嬉しい、たくさんコメントもあのいいねもしてくれて嬉しい。そうでもいつもよりさ共有意外と遅かったりするからさ、みんながすぐ気づいてくれてて嬉しい。あの20時21時台をいつもなんか基本それくらいで今一時あげるね、その時間的に20時21時台に。でなんか例えばツアーの日とかにあげるとかなったら遅くなっちゃうかもしれない、10時とかだけど、20時台21時台に明日もちょっとあげるねって感じ。そう今は基本的にそのくらいが多いかも。うん、もしなんか今後もうちょっと例えば夕方ぐらいにするとかなったら言うね。でも一旦そう SNS 結構20時21時台に上げることが多いからそうって感じ。インスタはね今日そう上げたけど基本そうかも。うんって感じ。明日の楽しみできて嬉しい、ありがとう。撮ってみたい音源。えでもなんか意外とあるかも、なんかみんながリクエストしてくれたやつとかに。うんそう、うん TikTok のために頑張って。ありがとう、楽しみにしてて。うん SNS からのショールーム、あー割とリクエストはね、あのあれだよ、コメントに結構してくれてる。君のこと、え、そう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 、撮ったんだよそれ。でもちょっとほんと不安で、不安です今、あげるか悩んでる。あね、これさ撮ろうかな、これ簡単だったよ。あこれめっこうやつ、え簡単そうだったからいけそうな、いけそうだなって思った。なんか覚えようと思ったのがめっちゃ難かったんよ。なんだっけな、みんながね言ってくれてたやつでなんかむずくて、えいけるかもって思ったけどちょっと暗記の時間が必要だった。そうこれね、これね、これはいけそうだよ。だからちょっと撮りたいね。アイカツってあれアイカツってどんなやつだっけ。えあれ例えばキュートにみたいなやつ違うかな。ありがとう、ハヤト見てくれて。なんかこんなやつだっけ、なんかこんなやつ、いつもと違うてテルルルみたいなやつかな。ワンチャンそれ、なんか聞いたことある。今日スンとしてる？ええ、あやねちゃん、そんな無理しないでね。いっぱいおいしいの食べよう。あとはなんだ。まあ結構そういう感じ。エコミームスースー分も終わりそうだね。まあ言うてそのあの。チピチピなんだけはちょっと撮ったけど、それをあげるかちょっと検討かな。うん、みおやほー、ええなんだろう、なんか聞いたらあーみたいなのあるんや。え
チピチピチャパチャパ、あれ悩む、ほんと明日実習終わり、偉い、頑張ってる、偉いよ、ご褒美いっぱいあげな。あとはなんだ、 TikTok のコメラショールームで見かける人、え、だよね、めっちゃいい、わかる、なんかみんなが見てくれてるって。そうだから結構みんなのあれ見たいやつを覚えて撮りたいね。今日スキャン食べた、最高だね。うん、名前で分かったりするよ。うん、甘いのいっぱい食べ、うん、食べな。意外とでもなくない、なんかかっこいい系とかのやつがあんまりない気がしない、分かんない、自分のあれかな、 AI 的にあんまりそういうのが出てこないのかな。好きなのバレてます。え、そうそう、もう一回リベンジしたいな。一応さ、その撮ってたけど家で、ちょ、もう一回リベンジしたいかも。うん、手持ちね、やってみたい、手持ちの感じね。うん、そう、全身をね何かやりたいなってすごい思ってて、ずっと思ってるんだけど、意外と全身の歌がむずくて、なんか外で撮りたい、誰かと打てないとね、誰かにちょっとお願いし持ってもらう、意外と全身がむずいんよな、なんか歌が、歌曲、曲がむずい、なんか割と上半身が多いからさ、動いてる動画ならいいね。そう、覚えようとしたんよ、あそこまでしか覚えなかった、あのチャララタダラ倒れてはまだ飛べる、なんかまあ、ここまでしか覚えなくて、ここは分かんない、ここは分かんないんですよ、なんかてててれって、なんかこういうやつ、これが覚えれなくて断念、一旦一旦断念。うん、むずかった、なんかこうだよ、なんかそうそうなので、そう、本当にカラコミックも今日見てて 0.75 倍速で、ね、ゆっくりのやつやったんだけど、めっちゃむずい、あれなんかこんなやつ、なんかなんかここがかわいい、ここがこんなやつ、ね、めっちゃ可愛かった、めっちゃ細かい、好きです、てててて、なな、一瞬伝えたい、それがちね、それめっちゃ流行ってない、めっちゃ流行ってくる、めっちゃ流れてくる、めっちゃ細かいよね、そっとあなたに、てれれれ、なんかこんなやって落ちた、お疲れ、カタストロフィー、ここにひさびか、私を解放してあなたの罪を減らそう、ちゃ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 だけ、友達も、え、嬉しい、お友達さんも見てくれてるのかな、ありがとう、見てくれて、気づいたら1時間過ぎてたね、もうちょっとで終わるか、20、うん、違う、35分ぐらい、ランキング
ストノートの表好き。寝落ちしてた？寝てたの？ハートありがとう。あやこ、お疲れ。何？何？たった。待って、受ける。え、何？たったらだ。ねえ、面白い。何？た。何？ねえ、のんのん何？聞いたら多分分かる絶対。ひかりちゃんありがとうね本当に。たかもありがとう、いつも見てくれて。あ、間違いなくあなたは私の天使だみたいなやつ。あれ簡単そうだね。音源分かったんだ、すごい。え、すごいよ、すごい。分かったの？TikTok 見て、やせ、ありがとう、いっぱい見てね。なんだろう、絶対わかるはずなんだよな。ちなつちゃんありがとう、ハートありがとう言った。お疲れ本当にみんな。絶対聞いたらわかるよね。絶対聞いたら説明難しい。絶対聞いたらわかるよね。え、でもなんてさ、調べたら出る？普通にわかるかな。でも絶対流れてくるよね。とりあえず。え、待って、懐かしくない？私をその気にさせたなら、とことん縛りつけといてみたいなやつでしょ。どこにも行かないように。あれめっちゃ懐かしくない？なんか流行ったよね前。めっちゃ懐かしすぎる、やば。ときめきの、え、あれってさ、そのセリフのやつだよね。ずっと一緒だよみたいな始まるやつ。ね、ちょっと今、箱ちょっといっぱい見よう。やっぱり改めて見よう。懐かしい、懐かしいよね。昔の、昔というかめっちゃちょっと前に流行ったその音源とかね。あやぼ、ハートありがとう、たくさんありがとう、たくさん。隣の、え、わかる、それね。誰かよね、あれでしょ、テレレレレテンチュチュン、なんかこいつでしょ、なんか知ってる洋楽とかね、あるよね。踊ってほしいの。え、ありがとう。リサもみんなのコメントを見てさ、見る、ね、調べる。懐かしい音源聞くとその時の、ね、いや本当に懐かしい。いろいろ懐かしいかも。愛してねのやつ。うわ、なんやろ。でも聞いたら多分あーねってなるんだよね。だから聞いてみるよ。なんか懐かしいよね本当に。すごいいっぱい。え、あーね。あ、愛してね、思わせぶりとか絶対のやつ。許さないからね、キュッてしてかわいい。あの子は
してるかもしれないけど、絶対こうじゃないけど、等身、武蔵野の等身大リサなんかな。え、どうなんやろ、私かな、私かな、ワンちゃん、私、ステッカー私なんでしょ、私とキアラ。じゃあゲットしてね。TikTok のことポストして、ありがとう。ずっとポストを見るリサってみんな、そうそう、マジでずっと見てる子。でこれはとりあえず覚えるそうと思った。ラララビフォーテテテテテテ。これいけそう。いけそうな予感してる。いけそうな予感ですね。これは。流れ的にそう？あ、そうなんだ。うん。じゃあ終わろう。久しぶり。やば！あやねちゃん久しぶり。メンバー全員入ってる。え、わかんないんだけど。え？いや、でもご当地のあれってこと？それが私とキャラなの？今回。ってことはさ、みんなのやつじゃないってこと？え、ちょっとわかんない。武蔵野は2人ってこと？あ、そういうことか。じゃあ、みんなではないってことよね。メンバー全員っていうよりかは、武蔵野は今回は、私とキアラのってこと？そうみたい。そうみたいです。じゃあリサをゲットしてね、みんな。限定なんだね。あ、神戸は、そっか。あ、待って、そうだ。パネルあったわ。すっごい遅いね、反応。あ、それが、今回は私とキャラですね。みたいなので、じゃあパネルがあったらぜひ写真一緒に撮ってください、リサと。っていう感じで、じゃあランキングを見たいと思います。はい、すごく理解できたよ。13位コア、12位タカ、11位お塩、10位ちなつ、9位しんいち、8位リサのマイシュタン、7位レモン、6位ソルト、5位とめぞう、4位ゆうき、3位ざんまいちゃん、2位かなた、1位がいかやきさんでした。ありがとうございました。皆さん今日も見てくださって、今日はねうるう年ということで、なんかちょっとうるう年とかそういうなんか4年に1度とかいうのちょっとなんかちょっと特別な感じがして、すごい嬉しかったなって思います。なのでインスタを上げました。そう、ぜひ見てみてください。あと明日はあれかな、20時21時台に上げようかな、なんか TikTok とか。またなのでそのくらいの時間見て、ま、TikTok 開けて待っててね。という感じで、今日は見てくださってありがとうございました。2月ありがとうございました。明日からは3月ですね。3月も楽しみにしてるよ。ありがとうございました。またね。じゃあリサは今からインスタのコメントと、あとはみんなのTikTok のコメントのリクエストの音源を見るよ。で早く寝たいと思います。みんなもゆっくり休んでね。バイバイ、おやすみ、またねー。